ストーリーものだと主人公に対する思い入れっていうのは一番 大切になってくるんで、その姿形からその性格が宿ってきたりして、まず最初に形があって、それから思える性格とかそういうことが出てくるんで、自分のイメージに近いものを作んなくちゃいけなかったんですよ。で、最初はラフスケッチで描いて、正面図と側面図みたいな話になるわけですよ。横で見ていいように描かれてて、正面で見ていいように描かれてるわけで、どっちもすごいいいんだけど、これを 3D のデザイナーに渡しても立体にならない。やってもやっても自分のイメージにいかないんですよ。実寸大で粘土こねて、最後は石膏を流し込んで石膏像を作りました。